これまで2回にわたって高レベル放射性廃棄物の地層処分のことを勉強してきましたが、何か気になったことはありますか？地層処分する場所はどうやって選ぶのでしょうか？日本はまだ処分場所は決まっていないですよね。はい、日本で地層処分する場所、つまり処分地は決まっていなくて現在探しているところです。日本では法律に基づき文献調査、概要調査、精密調査という段階的な調査をして処分地を選ぶことになっています。現在日本では北海道の2町村で文献調査を実施していますが、ここが処分地に決まったわけではないので、もっとたくさんの地域で調査を行って選んでいく必要があるそうです。調査を進めることでその地域に影響はあるのでしょうか？風評被害が心配といったニュースを見たことがあるような。調査をしている間は放射性廃棄物は一切持ち込まないそうなので、文献調査が始まっても地域の環境に影響を与えることはないですね。そして調査段階だけではなく、処分場建設などの将来においても地域の特産品や観光資源の PR など風評被害などによる影響を予防する取り組みも検討することになっているそうですよ。そうなんですね。こういった情報が広く伝わることが重要ですね。高レベル放射性廃棄物の問題についてはつい自分たちには関係ないって思いがちですが、これからの未来にも関係してくる以上、見て見ぬふりはできない問題ですよね。海外でも原子力発電を利用していると思いますが、どうしているのでしょうか？海外でも地層処分を実現するために日本と同様のプロセスで事業を進めていて、世界各国の進み具合はこのようになっています。フィンランドやスウェーデンでは処分地がすでに決まっていますが、先行する諸外国では10件程度関心を持つ地域が出て、そこから段階的な調査により最終的に1箇所に絞り込まれているそうです。日本でもたくさんの地域が関心を持ってくれるといいですね。日本の実施主体であるニューモは、安全な地層処分の実現に向けて全国各地で対話活動をしたり、世界各国と協力連携しながら技術力を高めているそうです。日本だけではなく、先行しているフィンランドなど世界各国と連携しながら事業を進めているのですね。はい、そうなんです。そこで今回は地層処分事業が進んでいる北欧のスウェーデンにちなんで、スウェーデンの祝祭時に食べられる伝統的なお菓子を紹介します。3回にわたり高レベル放射性廃棄物の地層処分について学んできましたが、
これからも電気を使う以上しっかり考えていきたいですね。